雲男江戸川乱歩前回の続きからです彼はふとあることに気づいてちょっとドキンとしたこの置き時計がテスノの種ではないかと思ったからだわざと時間を進めておいて。 12時が済んでからよ断を見すまして仕事をするのではないかと思ったからだ彼は胸の懐中時計を出してみたまさに12時であるまさかやつの時計が遅れてるというわけでもありますまいね警部はやっと安心して冗談が言えるほどに心の余裕を取り返しただが不思議なことに 黒柳博士は少しも緊張を解かれていないように見えた彼は前にも増した厳粛な調子で言った「あなたは奴が約束を守りえなかったと信じますか?」警部はこれを聞くとぎょっとして博士の目を見つめた「博士の目に得体の知れぬ不思議な意味がこもっているように思われた」 2人は長い間お互いの目を睨み合っていた何とも敬意のできぬ不気味な数秒間が続いた陽子はベッドの上に寝ている約束の12時は済んでしまった賊が約束を履行しなかったのはあまりにも明白な事実ではないか博士は一体全体何を恐れているのであろう だが警部にも何かしらうすうすと分かってきたように感じられた「もしやもしや」しや「氷のような予感がぞっと彼の背筋をはい上がった」「彼は恐る恐るベッドの方を見た」「そしてひどくどもりながら低い声で言った」「あれはまさか陽子の死骸ではありますまいね」 彼にはベッドに近づいて陽子の生死を確かめる勇気がなかった目的も果たさぬ前に殺してしまうはずはありませんだが博士は言いさしてつかつかとベッドの向こう側に回って陽子の寝顔を覗き込んだその瞬間非常に変なことが起こったどうしたというのであろう博士は「ちくしょう」 と叫ぶといきなり陽子の肩をつかんでベッドの中から引きずり出し軽々と一振り振るとやっとばかり床の上に投げつけたのである警部は真っ青になってしまった博士が凶器したかと思ったからである彼は博士のそばへ飛んで行って後ろから抱き止めた「どうしたんですどうしたんです」 彼はオロオロ声で会った。「ご覧なさい陽子は盗まれてしまった」「博士は立腹のあまり警部の手を叩きのけて叫んだ」「波越氏は床の上に倒れている夫人に近づいてその顔を見た」「いやこれは人形じゃありませんか」「そこには生き人形の女の首が転がっていた」 後頭部を見せて向こう向きに寝ていたために長い間人形とは気づかなんだのだ拾い上げてみると胴体はなくて首から下は白い布ばかりであったベッドの中には敷布団が丸めて人の寝た姿に見せかけてあったのだ僕たちは長い時間人形の番をしていたのです 興奮から覚めた黒柳博士は崩れるように元の椅子に着くとがっくりしていった警部はやにやにドアの鍵を回すと部屋を飛び出して片っ端からドアを叩き回って歌人を呼び起こしそのまま門前の部下のところへ駆け出していった「意外の人物」。 さて、お話を前に戻して野崎三郎のその夜の行動を少し詳しく記しておかねばならぬ。彼は夜の更けるまで刑事と雑談を交わしながら忠実に門番を務めていたが彼もまた黒柳博士と同様に賊の実力を十分信じていたから7月7日が残り少なくなって欲くに従ってどうにもできぬ不安に襲われ始めた。 たとえ博士と波越警部とか、どんな現状な見張りをしていいよとも魔法使いみたいなやつのことだから何らかの手段によって必ずヨ子を連れ出すに違いない野崎青年はほとんどそれを確信していた何者かが門内に入るであろう見張りの刑事が決して疑わぬ種類の人物が何食わぬ顔をしてこの門を通過するであろう その少しも疑わしくない人物こそ、鳥も直さず俗である。郵便配達婦か、英治病院からの使いか、警視への来客か、それとも刑警,警察署の刑事か、たとえ何者であろうとも一歩でも問題に入ったなら、それが俗であると思え。彼は探偵小説の知識からこのような仮説を設け、それに従って見張り番を務めていた。 裏門の王の刑事たちにもそのことを告げてどのような人物でたとえ警視艇の女中にもせよ門を通過する者があったら必ず知らせてくれと頼んでおいた昼間表門から23の来客があったけれど主人が不在のため撮影所へ行っている間の出来事であった玄関で帰ってしまった彼はそれを門前から見守っていたが 何の疑わしい点もなかった。また病院の小遣いが陽子の薬を持って通ったがこれも玄関でそれを女中に渡すとすぐ帰っていった郵便配達婦は郵便物を門前の受け箱へ投げ込んで門内に入ろうともしなかった裏門の方は女中が2回外に出たが1人の刑事がつけてゆくと一度は氷や、 一度は食料品屋へ使いに行ったので何の変哲もなく屋敷に帰った。氷屋の若者が大きな氷を配達してきたがこれも別状なく買ってもとだけで立ち去った。夜に入っては寂しい場所なので来客もなく外出するものもなかった。そして十時十一時と夜が更けていた。 野崎はだんだんんイイライラしてきた。「今頃は賊が陽子の部屋へ抜き足差し足忍び寄っているのではないかしらと思うとその光景がありありと闇の中に浮かんでくるようであった」「裏の方は大丈夫かしら高いコンクリート塀の上にガラスのかけらまで植え付けてあるそんな難儀なところから忍び込んでくるような普通の盗賊ではない」 やつのやり方はもっと大胆でずば抜けている。とは信じるものの表もん裏もんを何者も,も通らぬのが変である。ひょっとしたらと考えるともうじっとしてはいられない。ちょっと裏の方を回ってきます。彼は刑事に断っておいていよいよ平素党を一巡してみることにした。 を右折したところに裏門があるのだが彼はそれとは反対の方へ歩いていったその辺は一面に最近水田を埋め立てて宅地にしたところで慶子の屋敷を取り巻いて雑草の生えた広い空き地が横たわっている闇夜ではあったがその代わりに一の星が美しく輝き夏の夜はどことなくほのちろく。 足元が見えぬほどの暗さではなかった。高い塀の内側には茂った木の葉の隙間からちらちらと洋館の二階の明かりが陰見していた「洋子の部屋は多分あの辺だろう」などと考えながら彼はなおも先へ進んでいった「また一曲がりすると屋敷の真後ろに出たがその辺も同じ広っぱであった」 彼は前方をすかし見ながらゆっくり歩いていった少し行くと彼はぎょっとしたように立ち止まってしまった行く手に変なものを発見したからであるはじめ彼は小屋かと思ったがよく見ると小屋ではなくて1台の自動車であることが分かったヘッドライトその他すべての明かりが消してあった 今自分こんなところに自動車が置いてあるのは変だなと思ってしばらく立ち止まっていると今度は別の場所にもっと変なものを発見した自動車から遠くない塀の上にうごめくものがあるのだしかもそれが猫やなんかではなくて人間に違いないのだ野崎は素早く地上にひれ伏して相手に悟られぬように じっっとそののうごめくものをうかがっていた目の位置が低くなったために塀の上の人物は星空を背景にくっきりと黒く浮き出して見えた彼は何か縄のような塊を小脇に抱えて塀の上に立ち上がったかと思うとひょいと音もなく地上へ飛び降りたが彼がいなくなっても塀の上にはまだ何かかさ高いものが残っていた。 もしやあれがヨコではないかと目を皿のようにしていると黒い影の人物は棒みたいなものを持ってきて下からその塀の上のものを突き落としたザクッという音がして塀のこちら側へ落ちると黒影は重そうにそれを抱えて自動車の方へ動いてゆくわ「わかったわかったなるほどうまいことを考えたものだ」。 今ののは大きなな砂袋なのだ。それを塀の上に置いてガラスの破片で怪我をせぬ用心をしたのだガラスを砕けば音がすると言ってそのまま登ったのでは手足に傷がつくそこであの左脳を考案したものに違いない泥棒なんてうまいことを考えるものだ 陽子の姿は見えぬけれどもうとっくに自動車の中へ運ばれているのかもしれないそして賊は今陽子の部屋へ忍び込んだ道具類を片付けに戻っていたのかもしれない砂袋も道具だしそれからあの縄のようなものそうだあれは縄ばしごに決まっている陽子の部屋は2階なのだから野崎がそんなことを考えている間に もセモ者は自動車の運転台へ登ろうとしていた飛び出してくみつこうかだがとても叶いそうもない賊の力は昼間のダークステージの中の働きぶりで分かっている野崎に勝てる気遣いはないそれに相手はまた飛び道具を用意していまいものでもない犬ヌにするのは嫌だでは屋敷の人々を呼ぼうかそれも駄目である たとえここから屋敷の中へ声が届いたとしても賊の方で気づいて逃げてしまっては何にもならぬ相手は自動車を持っているのだ唯一の方法はどこまで走るのか知らぬが自動車の後ろへ捕まってやつの行く先を見届けることだ野崎はそのやり方を活動写真で度々見て知っていたそう決心がつくと 彼は地上を這いながら大急ぎで自動車に近づき車が動き出さぬ先にやっとそこまでたどり着くことができた薄くヘッドライトがつきハンドルの前の豆ランプも点火していた野崎は後ろへ飛び乗る前に横の窓からちらっと内部を覗いてみたがクッションの上には確かに一人の人物が。 それも若い婦人らしいのがぐったりと横たわっていた。車は矢のように走り出した。野崎はその後部に小ブみたいにしがみついていった。闇を闇をと選んで東京は京浜国道の淡々たる王道に出た。一通りはほとんどなかった。まれに自動車がすれ違うばかりである。 品川まで約30分で約分した。途中2箇所ばかり交番の前を通ったけれどこうか不こうか推されることもなかった何しろ夜更けである車内の異常などわかるはずがないし後部の小部だって注意してみなければ気はつかぬと言って野崎の方から巡査を呼びかけていては事情を説明する間に賊は逃げてしまう。 ともかく行き先を確かめるだけで満足するほかはないのだそれでも東京市中に入ってからは寂しい街を選び交番の前を通らぬように用心しているらしく見えた速力もやや遅くなっただが夜更けとはいえ市中である全く人に出会わぬというわけにはいかぬ 中には野崎の異様な姿を怪しむものがないとも限らぬそして別の自動車がこの自動車を追っかけてくれたら閉めたものだがそれもそれだが野崎は数十分の軽業に手足がしびれてしまって苦痛を通り越してもう無感覚になっていた俗なんかどうでもいいとさえ思ったただ自動車を離れて長々と寝そべりたかった もうとても辛抱ができないと思った時偶然にもすれ違った一人の通行人が野崎の姿を姿を野崎の姿を認めてくれた「おい後ろに人が乗っているぞ」その男は怒鳴りながら56軒自動車を追って走ってきたそれを聞くと賊は何を思ったか非常な速力で逃げ出した 街角を曲がるとき野崎はもう少しで振り落とされるところであったそして一通りの途絶えたところで車を停めると彼は運転台から降りてくる様子だった野崎は地上に飛び降りて思わず身構えをしたが場所が悪かった大きな工場の弊害である一方は川だ 彼に力を貸してくれるる人があるはずははない。彼はそこでとっさの思案で運を天に任せて平蜘蛛のようになって自動車の下へ潜り込んだそしてじっと息を殺していた「おや何もいないじゃないかさっきのは俺の聞き違いかな」。は車の周りを一巡して、 不思議そうに独り言を言っていたがやがて運転台に帰ったと見えてスターターの振動が始まった野崎は遅れては大変と車の下から這い出してまた元の場所へへばりついたそれからはもう何事もなかった車は目的の場所に着いた停車がごく自然だったので 野崎にもここが目的の場所だと分かった彼は大急ぎで車を離れ広くもない町だったので反対側の軒下へ身を隠した族の方では止まってからも運転台を降りる暇があるゆえ尾行者は非常に楽であった後で分かったことであるがそこは麹町区 R 町であった 野崎むろんそれを知らなんだけれど読者諸君は記憶されるであろう最初族が里見義恵を事務員に採用してその晩彼女を連れていったのがやはり同じアル町であったそればかりでなく今自動車の止まったところはあの晩族と義江とが入ったこじんまりした門構えの例の空き家に他ならぬのであった賊は野崎のために ついにその巣窟を突き止められてしまったのだ野崎が向こう側の軒下にいるとも知らず運転台を降りたくせ者は客室の扉を開けて中から女の体を引き出し両手に抱えて車を一回りするとその家の門内に消えただがその時賊がうっかりヘッドライトをつけたままにしておいたのでその光の中を通るとき 被害者の顔を野崎に見られてしまった一瞬間ではあったけれど野崎ははっきり見て取ることができたそれは確かに藤陽子であった猿靴はをはめられぐったり死んだようになった藤陽子の顔であった同時に野崎はもう一つの顔を発見した彼は運転していた男を 当の青ひげだとばかり思い込んでいたがそれが昼間ダークステージで暴れた大男とは全く別人であることが分かった彼はずっと小柄で痩せていた年もよほど若いように見えた顔ははっきり見なかったけれど彼が青ひげの本人でないというだけではなくその上に野崎はちょうどこれと同じ格好の歩きつきの男を どこかで見たた記憶があった「確かに知っているやつだ」。彼は相手が家の中に消えてしまってもじっと元の場所に立ったまま「誰だったろう誰だったろう」ろうとそのことを考え続けていた。